はいえー、今回はね、アイアジアトレード株式会社という,こうは、ね、社名がまずここに輝いてますけども、後ろにある、ね、誇張欄いただいたのが、まあ、2ヶ月ほど前なんですけども、会社設立を8月1日にさせていただきました。もう誇張欄だいぶ落ちてきましたんで、片付けようかと思いますけどもね。はい、えー、片付ける記念にこの動画を撮っておきます。で、今回はですね、まあ、あの限りなく、 横たおる社会の闇というねそんな感じのテーマなんですけどもえこの新しい法人を作った時に必ず必要なのがえ法人口座ですよねでも現在ですね法人口座っていうのが非常に作るのが難しいんですよで新しい法人を作った時にいろんなね法人の特典があるんですよね私はその法人の特典があるから法人を作っているようなもんだったんですけどもどうもこれがね通用しなくなってきたっていうことがわかるんですよねえまずはね 法人の特典として、えー、大きいものの代表的な例が法人税ですよね。法人税っていうのはあどんどん安くなっていまして今非常にね、えー、法人税っていうのが使いやすいということなんですよ。うんで法人にしてない場合個人事業主でやってる場合っていうのは、まあ、あの所得税ってものを使われたりとかですねまあ,あ家,事家事費ですかこういったものにあたって経費っていうのも使いにくいんですよ個人でやると。でも法人にすると法人は経費が使えるんですよね。 まあですので、かなりね、税金面で優遇されていくんですよ。家事、家事じゃない、あの、経費が使えるっていう点と、あとは法人税が使えるという、この二つのメリットですよね。これが結構大きいんですけども、ただね、法人を作らなかったり、法人としての経費処理が認められなかったら、これ、ダイレクトにね、税金っていうのは重くのしかかることになります。で、えっ、ー、と、二つ目なんですけども、これはね、個人でも同じなんですけども、売り上げが1000万円以下の、 事業者に対しては商税と言いまして、えー、消費税を納をなくてい,いよっていうのはルあ単になってるんですよということはどういうことかっていうと法人を作って1,000万円以下にすると税金面でかなり優遇されるということがあるんですよね。まあ、といっこういったことを考えて年商1,000万円以下の株式会社をたくさん作っていくっていうのはまあ単純に言えば有効なんですよね。ただですすねこの仕組みがどどどどんどんんどん使えなくなくってきます 年商1000万円以下の事業者でもインボインス方式とか言って、えー、税金を払いなさいよっていうことになったりね、払わなかったらそれなりのマーケットでのダメージがあるような形になってい、えー、きます。これが2023年です、えー。そしてですね、消費税が10%になるというときに、 法人で運営していこうかなと思って、今ね、株式会社作る人ってまだいると思うんですよ。いるんですけども、法人口座を作るのが非常に難しくなってきて、結局会計処理は個人と同じになってしまうということもあるんですよね。そうなると、せっかく法人作ったのに、税金は安くならないし、法人のメリットがないと、法人の維持費はかかるしって感じで、法人にしたがゆえにですね、潰れていくってことも考えられるんですよ。で、そういったことも考えながら会社を作っていかないといけないときに、私の作った 奥さんにプレゼントした会社なんですけどもここはです、ね、取引先がいないんですよで営業活動ないんですよ、まあ、ですので売り上げが入るっぱなし取引先がないからインボインスもほったらかし、えー、で、まあ、売り上げはね、えー、1000万以下に抑えるようにコントロールしますけどもうん、まあ、基本的にはあ消費税は納税しなくても、まあ、駅税事業者でもインボインスを取らなくてもねそのままやっていきますのであんまり関係ないかなってことですよね。 で消費税10%にはなっちゃいますけども、これはもうみんな同じですからね、ただ経費ってのは株式会社なんで使えるんですよ。経費、あらゆるものを経費に入れていくことによって、えー、利益ってのは圧縮できますんでね、非常に素晴らしい会社運営ができるんじゃないかなと思います。まあ、だからね、制度は変わって、基本的に株式会社を作る意味はなくなってきます。そのうち株式会社そのものも作れなくなってくると思うんですよ。 まあそういう流れになっているような感じしますからね。まあ、そうなるとお、間に合わない方っていうのは、もう行動しなかった方っていうのは、いろんな特典を受けられなくなってきますよってことなんですよ。で、これはね、ビジネスでも言えます。自己アフィリエイト。どうもね、自己アフィリエイト、私、ずっとこのね、3ヶ月でリサーチしてるんですけども、自己アフィリエイトで稼ぐことはか、かなり難しくなってきてます。まあ、ですんで、自己アフィリエイト2019っていうね、新しいカリキュラも納品しましたけども、あれが最後のシリーズになると思います。相当、このアフィリエイトの業界に、 えー、激震が走れれなければ自己アフィリエイトという概念そのものももななくくっていいと思いますこれはもうほとんどね自己アフィリエイトのプログラムもなくなってくるんですよ資料請求10円とかね100円とかこんなレベルになってきました、うん、だからオプトインアフィリエイトもプロダクトローンチももうね効果がなくなってそこに広告費を投入する方がいなくなってきたんですよでアフィリエイトもそこに広告費を投入する方はいなくなってきてます まあですんで、クレジットカードも最近はね、びっくりしたようなね、なんか5万円あげますみたいなね、昔なんかプロミスのカードを作ったら5万円みたいなプログラムは結構出てたんですけども、今はね、大手金融会社のものでも1万円前後をやっとですね。で、あの、なんですかね、マスターカードか、マスターカードじゃないわ。あの、アメリカンエクスプレスカード。これ作ると5万円ってのもあったんですよ。今ないですね。アメックスカードそのものがもう自己アフィレートの。 プログラムから撤退してるんじゃないですかね。まあ、そう考えていくともう間に合わないんじゃないかなと。今のうちにやってくださいよ。行動主催って今言ってますよ。けども行ってきましたけども、もう間に合わないんじゃないかなと思います。はい、もう今までできなかった方は本当についてなかったですね。っていうこととまだね、えー、未成年で。 自己アフィリエイトなりビジネスの権利がなかった方残念でしたってことですよね締め切りがもう来てしまったんではないかなと思いますただまた新しい形でねビジネスのチャンスっていうのは訪れると思いますのでそちらの方をご活用いただきたいのとあとはやっぱり王道なのは自分で商品作って自分の目の前にいる人に売るってことですよねこのビジネスの基本に立ち返る時期が来たのかなと思いますだから集客もできないセールスもできない商品作ることができないこの3秒以上揃った方は残念ながら撤退ということですよね だからね、まごまご知らんないんですよ、自己アフィリテトにしても、法人作りましょうって言って作らなかったこととかね、副業やりましょうとかやって、副業なかなかね、えー、エネルギー投入できなかった方、完全にですね、その、なんですかね、給与所得者に封じ込められる可能性がありますから、ご用心いただきたいかなと思います。それが私がね、ここ3ヶ月で感じたこと、そしてこの3年間で感じたこと。 おそらくね日本の中に多くの方が封じ込められて海外に自分の富を移すこともできないですし海外に自分のライフスタイルを移すこともできなくなるんではないかなと思います恐怖のねそんな時代が始まっているということを今回お伝えして終わりにしたいと思いますそれでは